AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。こんにちは、おはようございます。あ、いや、なんか間違えてこのバナーをしちゃって TVer に飛びました。すいません。こんにちは。ということで、今日はメイクをしていきます。適当にメイク道具片付けちゃったので、メイク道具も綺麗にします。こんにちは。そうですね、今日は楽しみです。今すごく、今日のはお仕事じゃないんですよ。だからみんなからすると今日の楽しみはね、そう、みんな的には多分みたいな感じかもしれないんですけど、ハルピョン的にはすごく楽しみなことで、あの後々 SNS にも投稿絶対にするんですけど、本当に結構人生の中で上位に来るぐらいすごく楽しみでそうなので、とりあえず頑張ります。何も伝わらないよね。そう、でも仕事関連ではないけど、これを仕事を、これで仕事ができたら嬉しいなっていう気持ちはすごくあるみたいな。
ようございます。こんにちは。アンパンマン。メイク前可愛くないよ。ありがとう。可愛いって言ってくれて。寝起きこんなんだから。水から打ち上げられた魚みたいな顔してんだからそうだよ。今日も朝起きて顔見て、あ、可愛くないなと思って。ん？なんか全然出てこない。かわいい、ありがとう。定型文でもいいや定型文でも嬉しい。こんちゃん。しのさん、ハートありがとう。同じタイミングでさ、買ったさ、なんか化粧水とか乳液とかめっちゃ早くなくなったのに、クリームだけめっちゃまだまだこんなにある、こんなにある
母さんハートありがとうございます。そう、小顔になりたくてちょっといっぱいマッサージ。こうやって入れ込むんだって。すごくない？もう手の力。この間これされた。え？みたいな。手の、え？手です。背景回しとこう。今のこの時間に。顔なくしたい。それぐらい、まあ、ちっちゃくしたい。顔だけじゃなくて全部なくなるぐらいちっちゃくしたい。顔なくしたらのっぺらぼう。違うよ、顔なくすんだからさ、のっぺらぼうでもないよね。アンパンマンの新しい顔よの瞬間、この瞬間だよ。そう、のっぺらぼうは顔輪郭とかあるやん。ダメダメ。どのメンバー見たくなりたいですか？人によるじゃないや、なんていうの、あのあれによる、種類なんて言ったらいいんだろう。じゃあ顔はこうなりたい、ダンスはこうなりたいみたいな感じ。顔部門はこのメンバー、歌声部門はこのメンバーみたいなあるじゃないですか。そういう感じですね。だから別に全部の中で一つにしろって言われたらむずい。みんなそれぞれいいところがありすぎて。でハルピョンのレッスンを送る技術は捨てたくないし、このメンバーのこれになりたいとかがあるので、私はこの人になりたいっていうのはそのあれでジャンルによって違うかも。
ピョンの MBTI はレミタンと一緒です。 INFJ 提唱者 INFJT100% え、この間陰キャ陽キャの話してたじゃないですか。私性格診断で陰キャ 100% って出てるんですよ。そう、みんなごめん。だからめっちゃハルピョンは陽キャだよってめっちゃ言われたけど、性格診断で出てるんだわ。出ちゃってるんだわ。他の項目は何十パーセント何十パーセント何十何パーセントって細かく出てるんですけど、陰キャ陽キャだけ 100% だった。え、やめてよ、笑っちゃったやん。もはやね、もはや笑うレベルだったよね。毎日配信する陰キャ珍しい。え、だから別に外に遊びに行く友達も仲間もいないから毎日配信してるんじゃん陰キャやん。やばすぎ。やめてよ、こうやってそんなこと言わせるの、悲しくなるから。悲しくなるからやめてよ。今日水に誘おうとしたら半身でしたそう、残念。また別の時に誘います。待って、今日休みか確認せずにマネージャーさんに連絡しちゃった。いや、うん、休みじゃなかったわ、大丈夫、確認したわ。仕事行ってきますね。やだ。
ダメ。中心さんハートありがとうございます。今日4日だよね。明日ゴンちゃんに行く日。明日なら行っていい日。月3回だけ行っていいんです。私そう行く日っていうか行ってもいい日。別に行かなきゃいけないわけではない。行ってもいいよって。誰が決めた？自分で決めました。決めないと毎日行っちゃうから。ダメはダメ。以上。そうタピオカ好き。でも毎日行っちゃうと太るからデブだからそう一時期本当に毎日行ってた。そうお金なくしてカロリー増やしてるみたいなことじゃないですか。お金減らして脂肪つけに行ってるようなもんだから嫌だそんなのって感じなので、そう元の顔が良すぎてメイク参考にならない。元の顔マジ全然良くないよ。本当に本当だよ。ああ幸せ変えてる。確かになんかごめんなんかネット上にめっちゃいろんな可愛い子のさ可愛い子がさ上がってるじゃないですか。で私思ったんです。現実世界でこの人可愛いって思った人そんなネット上に転がってるほどいないなって。そうわかります。ネット上にめちゃめちゃみんなのかなんかいろんな可愛い写真とかなんかインフルエンサーさんみたいな人とかがめっちゃ載せてるじゃないですか。この子可愛いみたいな、よく TikTok とかでも流れてくるんですけど、でも現実世界でそんな見ないじゃないですか。そうもう活動芸能活動やってる子とかアイドルとか AKB とか別でね、そう普通になんか電車乗ってて普通に出てそんなこんあんまなんかみたいにならないやん。だからネットの中で作られた顔なんだなって、そう加工とかいっぱいしてって思うようにしました。そう自分の顔が好きじゃないなって思うときに、なんでこの子こんなに可愛い人がいるのにっていっぱいこんなにいるのにって思うときに考えて
別にネットの中にしか可愛い子いなくねみたいな。そうポジティブに生きようと思って。なんかこの間もとある撮影の時に、なんかもしかしたらこれから先もこのお仕事にはメイクさんがつかないかもしれないですって言われて、えってなるじゃないですか。え、そうメイクさんもともとつきますよって言われてたんですけど、つかないかもしれませんって言われて、えってなったんですよ。でもそれをポジティブに考えました。これに合わせた顔のかなんかメイクをしなくてもいいんだ、自分の好きなメイクをしていいんだ。そうメイクさんにしていただいたらそのいつもと違う自分にはなれるじゃないですか。でもやっぱりその自分のここをもっとこうしたいみたいなメイクの技術って、待って今何時、わお意外と。そうメイクの技術って自分にしかわからないじゃん。もっとアイライン長い方が自分は好きなんだとか、もっとこういう顔のこういうのの方が好きなんだとかっていうのって自分にしかわからないから、自分で顔のメイクできるってことっていいことじゃんって、やったーって思うようにするように、そうポジティブに頑張って捉えました。もうこのさ眉のスクリューブラシがさゆるゆるなんだよね。やっぱさ自分はピンクのメイクが好きって思ってても、メイクさんからしたら、いやあなたはオレンジのメイクの方が似合いますよみたいな、いるじゃないですか。でも自分はテンション上げるためにピンクの色が好きなんでピンクのメイクをしたいんですっていう気持ちってあるじゃん。そうそういうこと。それでメイクさんに顔してもらってテンション、はあはあみたいな。でも言えないじゃないですか、あ、わかりましたとしか言えないから、はあってなるより、自分の好きなメイクできるんだ、やったーみたいな気持ち、もうポジティブ。それでだってメイクさんつかないかもしれませんって言われて、ハードコード言ってても、もうつかないものはつかないんだから。そう。よって言うしかないんですこの世の中この日本、諦めですよね。いい諦めと悪い諦めあるけど、いいやって思うようにするようになりました。理不尽なことは諦めちゃダメですよ。
ちろん。それは諦めちゃダメだと思う。絶対に。諦めても成り立つことってあるから。そういうのは諦めましょう。言い合いするだけ無駄です。それを10年経ってやっと身につけれました。すいません、遅くて。だいぶ時間がかかりましたね。身につけるまでに。こんにちは。今はアイシャドウをしてます。やばい、早くみんなとオンラインでお話ししたい。人生相談したい。人生相談？ちょっと人生相談乗ってほしい。みんなと話したい。人生相談っていうか共感、こうだったよね、ああだったよねって言いたい。階級が回り終わった。いっぱい話したい。今日はピンクっていうよりちょっとくすみピンク強めの色にしてみました。長月さん、トラッキーさん、金だるま、ありがとうございます。
ラメラメ。お話し会、何を話せばハルピョンの笑顔が見れますか？何でも笑いますよ。ゲラだから。うん。ハルピョンのいいところかな。好きなところ。褒めてくれたらより笑顔が引き出せると思います。初日のここが良かったよとか。ね、初日のさ、オンデマ一緒に見よう、配信いつかしようね。今週来週あたりに。ちょっと今ラメと格闘してます。すいません。ここじゃなくてオンラインで言って、可愛いところ、好きなところ。どうしよう、もうすぐ24ちゃい。まつげ取れた。アイライン。あと3週間。刻一刻と近づいてきます。すっごいアイライン長くなっちゃった。まあいっか。ちょっと長すぎ。これぐらい。23歳のハルピョンに会える機会。とりあえず今のところラスト5日ですよね。今決まってる中でのラスト。ちょっとアイロンとうとう。持ってくる。ちょっと待って。
今日まっすぐと巻き巻きと迷ってる。ゆる巻きかな。ちょっとヨーグルト待ってて。ちょっと今このメイク道具の周りにヨーグルト置いてあるの邪魔すぎて、すぐそこに置いてきた。お腹空いてます。ゆる巻きにするね。じゃあ今日は ゆるっとふわっと巻いていきたいと思います。そんなことできるのかな、うち。待って、まつげやってないよっていうことだけ頭に入れとかなきゃ。まつげマジ大事。ここに出しとこう、まつげの道具。あ、なくなった。まずい。リップはこっち使うから、OK。アイロン。髪切りたい。でも中途半端に切りたくなくて、そう、ヘアドネーションをしたいっていう夢があるので、中途半端に切っちゃうと、そう、これぐらいにしたいんですけど今。でもこれぐらいだとヘアドネーションできないんで、もう完全に切りたいんですよね。切るならしっかり切りたくて。でもそうすると、それはそう、完全に切るのは卒業、 AKB を卒業してからって決めてて、まだ AKB を卒業するのはいつか決めてないからもうまだまだです。ちょっとこっちもストレートも温めて、どっちも温めながらまつげしよう。お腹すきすぎてる。配信終わったらご飯食べる。ポコポコ言ってる。お腹空きすぎて。お
お願いだから卒業しないでください、ありがとう。でも昨日やってて、いやなんか卒業するみたいな雰囲気じゃなくて、ただ普通に昨日若い子たちと一緒にやってて思ったのが、なんかついていけないなって話とか、なんかこの雰囲気に、若い雰囲気についていけないなって思ったし、なんか AKB のファンの人ってみんなに笑ってくれたりするっていうイメージあったけど、なんか本当に昨日の波動でマジでポッケブリのファンの人というか、もう私のファンの人くらいしかなんか笑ってくれてないのがすごい伝わってきて、なんか私の話聞いてるみたいなそうか、私が話ただつまんないか、なんかすごい昨日めっちゃアウェーでした、気持ちが。だからその中にいる時のファンの方の、私のファンの方の安心感は半端なかったです。来てくれたファンの皆さんありがとうございます。一旦ストレートで、根元が本当にすごいんですよ私。もうね大変、そう、なんかゆきりんさんって、まあ、確かにずっとさ一人先輩っていう立場がさ長かったけどさ、でもやっぱさ私たちはゆきりんさんがいると安心するっていうのがあったじゃないですか。でも私はそれをその17期18期19期にそのまだそのハルピョンさんがいると安心しますっていう感覚をなんていうんだろう、持たれてないというか、まあそれは私だって自分ハルピョンがいても安心するって思えないもんそうだからそのなんかやっぱり不安になるよね。後輩もそりゃそれで、そりゃできるかなってなるじゃないですか。私たちはゆきりんさんがいるっていう安心感は半端ないっていうのって本当にゆきりんさんがすごい人だからであって、そうそうなんですよね。本当にすごかったんだなって思いました。ハルピョンさんいても安心しないっしょ今の子たちそう、今根元をなるべくまっすぐにしました。もう本当に宿毛に行きたくて行きたくてしょうがない、美容院に行きたくてしょうがないんですけど、宿毛は多分行くかもしれない、マレーシアに行った後に行かないと。そう、せっかく宿毛行ったのにっていう感じになっちゃうので、それまでお預け。
今の若い子たちは本当怖いものを怖いもの知らず、いい意味で。そうだから全然多分先輩たちがいなくてもてかいない方がもしかしたら伸び伸びやんのかもしれない。だから本当になんでは、まあ波動はねすごく好きだけど、昨日の現場に私多分っていう感じだよね。うん、大丈夫みたいな、若い子たちだけでやっていけるよって思って、そう大丈夫だよって、そう見た目はハルピョンが一番若い。ありがとう。まだ23だから。ありがとう。でもありがたいですよね。今年24になる年だよって知っててくれたってことですよね、ひろゆこさん。あざっす。いや、本当頭の回転が早いから何来るかドキドキしちゃうけど、いつも怖いけどね。あ、待って、これ持ってきたのにつけてない、くせ毛のジュレ。もういいや。もういいや、つけずに巻いちゃったから、つけずに巻くわ。もう11時だ。服も決まってないのに。こんにちは。楽しい時間はあっという間で。ひろゆこさんも昨日ハルピョンさん、ハルピョンを頼りにしてたと思う。そうかな。でも山部さんにはマジで助かりましたって言われた。いや、私は何も助けてないですよって。
も久しぶりにあんなガチガチな萌えゼリフしたかも。でも私的には頼りにしていただいてる分、なんかやっぱ17期18期のファンの人が多い中で、私がこんな尺取っちゃダメなんよと思いながら、もう早くひろゆこさん来てくれと思いながら山辺さんと対話してました。もううちがこんなね尺取ったら17期18期のファン帰っちゃうよと思いながら、そうだから途中から存在感消してた。だからなるべく17期18期のみんなにこうなるからねっていうのはよ、なんかなんていうんだろう、気持ち振るようにはしてたけど、自分の中でみんなも取られるからね山辺さんに気持ち振るように努力はしたけど、もういつ帰るんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてました、ファンの皆さん。本当に誰、私こっち根元伸ばしたっけ、まあいいか、いやいないと思うよ、帰る人はいないと思いますけど、でも分かんないから、そう自分のファン層しか分かんないからさ、自分のファンのことしか分かんないから、私あの中だと、あと日向のファンちょっとぐらい、日向のファンの人たちもめっちゃ分かるわけではない、そうでも日向がほんと新幹線できてくれてありがとうって感じ。日向が波動に来てくれてよかった。そう思います。昨日特にそう、悪いとかそういう問題じゃなくてね、そうじゃなくて、そのただただそのどういう雰囲気なのかが分かんないからっていう感じ、そう私もどうしたらいいか分かんなかったっていう話、そうなんかこれがそのファンの方のことをつかめてたらまた全然多分違ったと思うんですけど、これ言ったらこの子はこうこういうことがこうで、こう言ったらこうなるっていうのが分かってたらね、また別だと思うんですけど、分かんないながらだったからすごくドキドキしちゃったよ。なんかでもさ、昔の先輩たちもこうだったんだろうなって思います。チームエイトって本当に隔離されて、隔離されてって言うとあれですけど、本当にこうなんていうんだろう、先輩方と関わらずに生きてきたチームだったので、きっと
なんかどう接していいのか私たちに分からなかったんだろうなって。今それが本当に17期18期で起きてる。正直分かんない、どう接していいか。そう、その一緒に公演とかもさ、みずみんとかぐらいなのよ、あいちゃん、まさいちゃんぐらいなのよ、僕隊一緒に出たりとかしてるのも。だからやっぱ多分同期の機会が、同期の時間が長い分、そう、きっと多分同じなんだよね。今同じことが起こってる。いつかはこうね、こうやって先輩、私もね先輩に話しかけれ、話せるようになったりとか少しずつしてはいるんですけど、そう、それこそさ周年公演やったりとかさ、もうさなんかエイト感感じるやん、めっちゃ周年のこ、あのなんかだって16期とか周年なかったでしょ、本当にこうやって2周年こう今日ファンミ迎えれますみたいなのとかもなかっただろうし、多分携わってる大人が似たところがあるからだとは思うんですけれども、あとは何だろう、17期だけの曲が多かったりとか、そうそうそう、17期18期だけの曲、その子たちだけで公演やったりとか。めっちゃエイトに似てない？エイトのパーティーが始まるよ公演うちらだけでやらせていただいてたりとか、その子たちだけの、エイトだけの曲があったりとかするじゃん。なんかだからどう話しかけ、どう接していいか分かんないんだよね。でも私は本当によく言われるのは、割と後輩と喋れる方だよねっていうのはよく言われて、そう、それは自分の中でもなんかなるべく話しかけるようにしようとかって思ったりとかしてるけど、それなのにこれだからそう、この話してると思ってるのにこれだからもっと多分分かんないよね。うん、いやだからもっと話さなきゃダメだなって思いました、私は。後輩とかと昨日それこそこうやってお仕事が一緒になった時にどうやって接していいかわからないなんてもうダメじゃないですか。で多分先輩が行かないと後輩も行けないだろうし、そうだからもっと話していかなきゃダメなんだなって思った、うん、まあでもどう接していいか分かんないけどそう、自分にも余裕があるわけではないので、私もまつげまつげまつげやらなきゃ。前髪長すぎ、ちょっとだけ巻こう。いや、あやなんさんは天性の楽しみ
だと思いますよ。あれは本当にすごい。でもこう同期とかが少なくなって、先輩が少なくなって、どんどん自分が先輩って呼ばれる立場になったからこそ分かる苦悩感じてます今。よし、まつげやります。前髪固める前に、ね、確かになんか急に来たよね、この自分先輩なんだっていう気持ちを急に持てって言われたから、言われてるわけじゃないんだけど、こうなんて言うんだろう、急に人がね少なくなっちゃったから、急にそのターン回ってきちゃったみたいな。そう、なんかもっとさ普通はさ徐々にさ感じるものだと思うんですけどあれみたいな、気づいたらもう私そんなみたいな。そんな年上ですか私みたいな。確かにね、でも私後輩ムーブめっちゃ得意なんですよね。そう、すぐ後輩ムーブしちゃうの。私みんなに社長になれってピョンズに言われてるんですけど、できない。一生下の人間で生きていきたい、一生平社員で生きていきたい。うん、マジで。一番楽ですからね。給料は今のうちに貯めます。たまらないけど全然たまらないけど今のうちに貯めます。
人間って生きるのにお金かかるんだなって。うん、思いますよ本当に。本当にあんまり使わない人間なのに、どうしてこんなにもお金がなくなっていくんでしょう。お金がなくなっていくわけじゃない、お金がたまらないんでしょう。物価だけが上がっていく一方、悲しいね。確かに明るい話題をしましょう。ごめんなさい、すごい暗い話題になっちゃった。しかももうすぐ11時半、やばいって。終わらないマイク。携帯今何してる？ちょっと充電なくなったら今日つらい。Google マップ使えなかったらいけない目的地。大変、お腹空いたよ。
じゃあ行きたい。うわ、久しぶりに行きたいな。ずっと行ってない、もう1ヶ月ぐらい行ってない。こっちマスカラ塗ってない。行きました。だっていいな、羨ましい。最近はもうフリVを、そうずっとね、初日まではフリVを見てたんですよ、移動時間で。もうフリVを見なくてよくなったので、そう、最近はHuluでなんかなんちゃらの殺人みたいなドラマを見てます。十角形の部屋に閉じ込められてみたいな、閉じ込められたわけじゃない、十角形の十角館の殺人みたいなやつを見てます。まだ第、まだまだです、2話、まだ2話ぐらい。まだ見始めなんで。ネタバレしないで。あれ？おはよう。もう終わります、メイクが。嬉しい。仕事じゃないのにこんなにバキバキ。それぐらい楽しみ。ディズニーより楽しみ。ディズニー大好きだけど、ディズニー混んでるらしい今。そりゃそう、ゴールデンウィークだから。でも今日はディズニーより楽しみ。私は何、携帯ね、お台場混んでた、マジで。本当にお台場？何？あ、こうアクアシティ混んでました。まあ、時間にはよるのか。いつも波動割る時間夜だから人全然いないけど、昨日終わったの昼だから人いたのか。時間もありそう。あとなんか肉フェスみたいなやってたんでしょ。めっちゃさ、研究生17期が行きたいって言ってた。
よし、ゆるっとふわっと巻き完成ということで、今日はハルピョン一体何をするのかなって楽しみにしててください。私の SNS 投稿を。それでは楽しんできます。しっかり閉まんないメイクポーチ、いいや、明日使うんだけど、まあいっかということで、それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。ありがとう、私のメイク配信に付き合ってくれて。1位サプライズレバーさん、2位ともゆきさん、3位川口駅で撮影中の鉄道のエイトさん、4位マックミックさん、5位ギャローさん、6位ディスクさん、7位トラック野郎アットゴリさん、8位マチャルさん、9位マークーンさん、10位長月さん、11位カーアットピョンズさん、12位ホチトさん、13位トラッキーアレゴンズオンさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。楽しんできます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、鷺のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9331盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、天の県出身春ぴょんこと橋本春菜でした。それでは皆さんも、みんなめっちゃさ、私に水分補給してねって言ってくれたけど、みんなも忘れないでね、今日めっちゃ暑いらしいからいっぱいお水飲んでください。それでは行ってきます。行ってらっしゃい、楽しみます。ありがとう、またね、バイバイ。めっちゃ目痛い、なんでマスカラ入ってる、やめて、バイバイ、ありがとう。